コットンとかってね、こんな感じで一つ一つ違うんですよ。まあこれは長く持つよねと、高かろうが安かろうが劣化してくるよっていうのがあって、はい、本日はですね、長持ちする服とすぐに劣化してしまう服ということでね、ご紹介していきたいなと思います。ということで、僕よく視聴者さんからですね、これ長く持ちますかとか、いやこれすぐボロボロなりませんかってよく聞かれるんだけども、実は値段が高いから長く持つとか、値段が安いからすぐ終わるとかっていう話じゃなくてね、まあこれ車と一緒です。車もね、1000万の車乗ったからって言って20年乗れるかなって分からへんじゃないですか。でも100万の車でもね、もしかしたら15年ぐらい乗れるかもしれんから、まあそれはクオリティが高いけども、長持ちとは話が変わってくるんですけど、これは今回安かろうが高かろうが素材的に考えて、これ長く持ちますよ、縫製的に考えてこれちょっと短いですよ、みたいな話をねお伝えしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、これ最初に答え言うとね、めちゃくちゃ分かりやすい答えとしては、古着屋さんに行ってあるものっていうのは長く持ちます。ありますよね、パーって見てたら、なんやこの黄ばみまくってる T シャツ、はぁ、これ20万すんのみたいな T シャツでたまにあったりするじゃないですか。ああいうのとか、なんやこのボロボロのスウェット穴開いてるけど、おいおいおい10万するやないかいとか、そんなんあったりするじゃないですか。そういう風に考えてもらったら、あ、こういう素材って長持ちしてるけど、あ、こういう素材あんまり見ないな、古着屋さんで見えひんなっていう感じでね、思っていただければ分かりやすいかなと思うんですけど、まずはじゃあ長持ちする方からいきましょう。これ長持ちするよねっていう方いきたいなと思うんですけど、まあこれはですね、分かりやすいですよね。レザージャケット、もうこれ10年20年選手ともすれば一生もんなんて言われたりするんやけども、まあ、こういう革を使った素材ってやっぱ長いですよね。でこれジャケットに限らずやけども、例えば革の小物とか財布とかもね、財布ってあんだけ毎日使ってるのにそれでも10年とか持ったりするじゃないですか。って考えたら、レザージャケット毎日着てる人ってあんまいてないですよね。まあ1ヶ月によう着ても10回ぐらいちゃいますって考えた時に、10回程度やったらもう全然へたらないよということで、まあ、10年20年ともすれば、もしかしたらお子さんとかにも告げるかもしれんっていうのがこのレザージャケットですよね。でまあレザーもね、種類が何個かありますので、まあ、やっぱ一番強度があるって言ったら牛ですよね。牛がもう最も強いので、まあ、バイクとかで危ない事故とかで使われるような時ってもう牛使われたりするんですけども、まあ、十分こういう羊とかでもね、生地が分厚かったりしたら長持ちしますけども、僕の視聴者さんやったら多分皆さん分かってると思うんやけども、たまにね、こんなん本物の革と偽物の革ってパッと見分からんやんっていう方いらっしゃるんやけども、それはですね、多分最初は分からないんですよ。で本物にこう触れていくうちにどんどん分かってくるんですよ。もうパッと見ただけでめちゃくちゃフェイクやんとかって、フェイクって、まあ、偽物の、フェイクレザーなんですけど、フェイクレザーってやっぱ2年とか3年経つとこういう肘のところからボロ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 皮がめくれてきたりするんですよね。でもそれは直しようないので、まあ、どっちかって言ったら、スパン早く、買い替えたい方なんかにはフェイクレザーがいいと思うんですけど、まあ、こういう風な感じで自分のジャストサイズに合わせてて長く着たいっていう方なんかは、まあ、本革の方がいいと思うんですけど、まあ、これは長く持つよねと。レザージャケット僕1年で壊しましたよなんていう人がいてたら、またコメントで連絡いただきたいなと思うんですけども、まあそんなこと。で次がですね、こっからちょっと天然素材から変わってくるんですけど、人工繊維、要は化学繊維のやつがやっぱ強いんですよね。でまあそれ何なのかというと、例えば分かりやすくフリースとか、フリースとかってよくね、古着屋さんとかにもあったりするじゃないですか。えこれって人工のやつなんですかってことで、まあ、フリースってもともとは羊のね毛のことを言ってたんやけども、それで、ね、羊の毛みたいにふわふわやからフリースっていう名前が付けられたりしてるんですけども、まあ、そういうのとか、あとこういうナイロンジャケットね、この辺とかも耐久性めちゃくちゃ高いです。理由がねあって、なんで高いんかってこれ聞いたらよう分かりますので、なんでかっていうとね、こう例えばね、一本一本の毛をねズバーンと切るじゃないですか。これジャパンメディアの YouTube の方でも言ったんやけど、ズバーンって切った時の繊維見てもらったらね、コットンとかってね、こんな感じで一つ一つ違うんですよ。生地の糸の細さとか太さとか形がそもそも違うんやけど、ナイロンとかポリエステルって人工で作られてるもんやから、こういう風に綺麗にできてるんですよ。でこういう風に綺麗にできてるから、どっかから劣化するっていうこともないし、どっかから穴ができてくるっていうことも基本的には起こらないので、洗濯もできるんですけども、コットンとか言ったらね、ニットは洗濯用できませんとか、手洗いしてくださいとかってあったりすると思うんですけど、やっぱ天然繊維って一つ一本一本の形がちょっと違うんでね、まあ、髪の毛と一緒ですわ。髪の毛も後ろの毛の方が太いけども、前の毛って細くなってるって人間そうじゃないですか。それと一緒で洋服のね、糸もね、若干糸のあれが違うかったり、大きさが違うかったりするので、まあ、そういう部分ではもう完璧に揃えられてるこういうナイロンとかポリエステル系っていうのはもう強度があると。同じように負荷が同じようにかかるんやけども、糸とか塗ったりとかしてても同じような負荷のかかり方するんやけども、一本一本違うと、これはボコってなってるけど、これはこっちにボコってなってるとかなったら、ここだけ擦れるとかってあったりして、まあ、より劣化しやすいとかっていうのがあったりするんですけども、まあ、そこまで興味皆さんある？あんまないよね。だからまあそんなに終わっときますけども、まあ、そういったことでポリエステル、ナイロン系、表記パッと見てもらって、ポリかナイロンかってなったら結構長く持てるんだっていうところがね、一つの指標になるかなと思いますので、まあ、こういった
フリースであったりとかナイロンジャケットっていうのはあんまり気にせず洗濯もガンガンできるし、それでいて古着屋さんとかでもね、こういうので色あせて変わってるナイロンジャケットってあったりするじゃないですか。ナイロンってそんな長持ちするんや。そうなんですよ、強度があるから長持ちするっていうふうに思っていただければいいんですけど、まあ、そういったこととで、どんどんここからね、長持ちしづらい方には行きますけども、まだこの辺はでも強いです。で、何かっていうと、これね、こういうジャケットとかはコットン 100% 使ってるんですけども、やっぱり分厚いですよね。普通の T シャツとかなんかに比べると、こういう分厚いタイプのコットン100なんかはね、まあ、長持ちしやすいですよね。まあ、これさらにコーティングもされてるからより長持ちしやすいとかっていうのもあったりするし、あと、まあ、パーカーとかもこういうのはコットン100のやつもあればポリエステルで作られてるやつもあるんですけど、まあ、ポリのやつはね、全然問題ないけども、コットンのやつの方がね風合いがあるんですよ。だから古着屋さんとか行ってもだいたい飾ってるようなパーカーっていうのはだいたいコットン100です、かもしくはコットン90の 10% ポリエステルとかっていう感じで、まあ、とにかくほとんどがコットンなんやけども、コットンが使用されてるってことはそんだけ風合いが出てきたりとか、その雰囲気とかが出しやすくなるというところになってるので、まあ、強度はちょっとずつ落ちてはくるんやけども、まあ、まだマシでしょと。古着屋さんにも出てるぐらいから、ヘビーオンスであればあるほど長持ちするっていうのが分かりますと。まあ、Gパンなんかもそうですよね。Gパンもこれ同じコットンなんですよ。コットンで、まあ、色の染め方とか生地の織り方が違うからデニムって言われるけど、もともとはコットン同じなんやけども、これもね、こんだけ洗濯してシワシワになってこんだけ色変わっててもまだまだ履けるじゃないですか。で、まあ、Gパンってね、よく古着とかであったり、その100年前のGパンがなんか出てきたりしたらもう何百万もするんですよ。アメリカのね、洞窟の中でね、ゴールドラッシュってこれ金掘ってた人らがおるんやけど、その人らがね、はい、じゃあお疲れさーんって言ってね、お前ちょっと服脱いでいけ、作業着やったからね当時ね、お前服脱いでいけパクるやろって、へーなんて言ってね、こうやって服ポーンって置いて帰っていくじゃないですか。ほな次の日からもう仕事辞めたりとかした時に、この服がね、その鉱山に埋もれてる時あるんですよ。で、それがリーバイスのジャケットやったりするんやけど、これがたまたま見つかったりしたらこれだけでも何百万もするっていうのがあったりするんやけど、まあ、それぐらい丈夫であると。なんでっていうと、コットンやねんけど生地が分厚いでしょと。なるほどなるほど、だから丈夫なんですねっていうことが分かったりするっていうことなんですね。そしてね、この辺からね、ちょっとムムってなってくることがあるんですけども、何かっていうと、次はね、やっぱダウンジャケットですね。で、ダウンジャケット自体もこうやって外身はナイロンで作られてるから非常に丈夫であることは間違いないんですけども、ただダウンっていうのはやっぱ中に綿が入ってる以上、この綿がね抜けてきやすいっていうのはあるんですよ。で、今完璧に抜けないダウンの縫製方法ってないんですよね。まあ厳密に言うとあるんやけど、こんな感じで、シームレスって言って、要は縫い目がない状態で加工することは可能なんですけど、ただこれはこれで剥がれてきちゃうとかいうのがあったりして、その一生持つダウンジャケットっていうのが今現時点ではないんですけど、いずれまあ僕らが生きてる間に生まれてくるとは思うんですけど、まあ、この辺はちょっと微妙かなと。10年ぐらいで考えたらモンクレールとかタトラスとかノースエースとかでも10年ぐらい20年ぐらいやったらギリいけるかもしれんけど、一生持つんって言われたらちょっと厳しいんちゃうかなと。なんでって綿が抜けてくるからっていう風にね、まあ、まあ綿入れればいいんやけども、まあ、そんなことになってると。で、次がですね、もうこの辺りからはちょっともう高かろうが安かろうが劣化してくるよっていうのがあって、何かっていうとやっぱウールですよね。こういうウールのニットとかっていうのはもうとにかく劣化しちゃうと。で、劣化っていう言い方はちょっと悪いんやけども、長く着ることがちょっと難しくなってきますとね。で、なんでなんかっていうと、とにかく縮むんですよ。で、縮むってウールが縮むことはね、よくもうバカでも誰でもみんな言うんですよ。縮むっては聞いてたけども、なんで縮むかはよくわからへんっていう状態じゃないですか。で、それなんで縮むんかなっていうと、ウールのね一本の断面図ってね、まあこんな感じなんですわ。で、よう見てもらったら別に中に空洞があるわけでもないし、どっちかって言ったら外にこうね跳ね返すようなこうキワキワがありますよね。で、これによって水を吸わないとかっていう、まあ、ウールの特徴、毛の特徴があるんですけども、そもそもウールって何って言うと、こういう羊たちの毛なんですよ。だからもうめちゃくちゃテンパなんですよね。で、そのテンパを無理やり一本に伸ばしていって製品にしてるので、やっぱ水に戻しちゃうとくるくるって戻っちゃうんですよ。で、くるくるって戻るとどうしても縮みが出てくる。着丈が短くなったり袖が短くなったりするのはなんでなんかってかっていうと、ストレートパーマ、テンパの兄ちゃんにストレートパーマ当ててたら、そら当てたすぐはええんやけど、水に濡らしたりシャンプーしたりしたら、皆さん気をつけてください、テンパ戻りますよなんて言ってたりすると思うんですけど、それと同じ要領でくるくるってちょっと短くなっちゃうっていうのが仕方ないので、これちょっと取り扱いが難しいですね。クリーニング出したりしやなあかんっていうことがあったりとか、それ以外にも虫食いがあったりするので、クローゼットに入れっぱなしにしてたら、お母ちゃんなんか知らんけど脇のとこ穴開いてるとかってなったりするじゃないですか。あれなんでなんですかっていうと、虫ですよね。虫にやられちゃってるよねっていうことで、まあ、虫の大好物の、服でもあるということなんで、取り扱いがちょっと難しくなってくる。劣化するっていう言い方ではないんやけども、取り扱いがより難しくなってくるっていうところになってくるかなと思います。で、この
原理っていうのはウールもそうやし、あとはカシミヤとかもそうなんですよね。カシミヤもそうやし、あとまあ麻もそうですけどね、まあ、このあたりはちょっと気をつけた方がいい。どんだけ値段が高いニットであろうが、どんだけ値段が安いニット麻とかであろうが、まあ、関係なくとにかく取り扱いは難しいので、まあ、その辺は分かった上でね、購入されるというのがいいかなと思います。まあ、僕はそういうのがあんま苦手やからもう全く買わないんですけどね。ウールのニットないなと思ったら唯一これだけ自宅の押し入れに隅っこの方にありました。だから持ってきたけども、基本的にはもうこんだけ服持っててもウールはもう僕は買いませんのでね、まあそういったことがちょっと難しくなってくるよねと。で最後は最後、一番劣化しやすいとこ何っていうと、50万の〇〇であろうが2万の〇〇であろうが劣化しやすいっていうのがあって、まあ何って言いますとこちらなんですけど、やっぱりねこういったスーツですよね。でスーツって、まあ、基本的にはウールとかコットンとか、まあ、ポリとかで使われたりしてて、まあ、ウールが多いっちゃ多いんですけども、まあ、素材がどうのこうのっていうよりかはやっぱりサイズがねめちゃくちゃちゃんとジャストで作られてるので、こういう縫い目のテンションとかにやっぱり引っかかってきやすいというか、こう圧がかかりやすいんですよ。だからどうしてもジャストサイズで着るってものすごいかっこいいんやけども、こうやっぱ負担がかかってくるよねと。生地のこの辺が痛むっていうよりかはこの縫製してるところにねテンションがどうしてもかかりやすくなってくるっていうところが、スーツがあんまり10年も20年も30年も毎日着てる人が着れることってないじゃないですか。それたまにしか着ひんにやったら20年前のスーツってあったりするやんけども、こういうジャストサイズで、自分のサイズに合ったようなオーダーで着ちゃったりとか買っちゃったりするとどうしてもそんなに長く着ることが難しい。まあ体型も変わるしね、僕も今もちょっと体型もね、最近いい意味で変わってきましてですね、ちょっとまあこうムキムキになってきた感じでこう胸筋とかも張ってきたんですけども、まあ、このあたりはちょっと長く持ちづらいよねと。すいません、ズボン履き替えてないのでもう許してくださいね。めんどくさいからここから上しか見えないからいいかなと思ってやらせてもらいました。まとめていくとですね、まあ、やっぱレザーとかは、本革であれば結構長く持つよねって、ともすればほんま40年50年持つんちゃうかっていうところがレザー、まあ、色は変わってくるよね、まあ、ジャケットの形としては持ってると。でそれ以外にやったらこういったナイロンジャケットとかフリースとか、まあ、そういったところもガンガン選択できるし、10年20年選手っていうのもありえるよねと。もちろんこんな思いっきり引っ張ったりとかしてたりしたらそれは無理ですけども、普通に使ってる分にやったらいけるんちゃうかっていうことがあったり、次まあ化学繊維じゃないんやけども分厚めの生地のやつっていうのはスウェットとかであったりとか、もう分厚めのヘビーオンスっていうのはね比較的長く持てるんじゃないかなということがあったりだとか、まあ、それ以外にはちょっとダウンジャケットとかも、まあ、長くは持つんやけどもめちゃくちゃ長く一生も使ってやったらちょっと厳しくなってくりますよねということがあったり、まあ、ウールとか、まあ、スーツとか、まあ、そのあたりもちょっと劣化、はい、まあ、スーツに関してはもう一個理由があってね、この中っていう素材、もうこの中の素材がねキュプラっていう素材なんですよ。これ聞いたことある人おるかわからんねんけども、だいたいキュプラっていう素材使われてて、キュプラってねとにかくもう水洗いできないんですよ。めちゃくちゃ洗う難しいですよ。ウールとかと比べ物にならんぐらい難しいから、絶対スーツやださクリーニング出さないとダメなんですけど、まあ、それぐらいね取り扱いがこの中の生地が難しかったりするっていうのもあるので、その代わり腕通しがめちゃくちゃいいんですよ。スルッとしてるからこう腕通す時とかにはもうキュプラを使った方がこう着心地が良かったりこう着やすかったりするっていうのはあるんですけどもね、まあ、それは一長一短皆さんありますので、じゃあ50万円のスーツ買ってここにテンションかかりすぎて破れるってあるの？あります。それはもちろんありますし、じゃあ2万円のレザージャケットだけど長く持てることってあります。素材的に考えたら全然ありえるなっていうことがあったりとか、あとダウンジャケットモンクレールで30万40万のやつ買ったけども、これが5年で穴開いてくるの？それもありえます。可能性とは全然ありえますということなんで、まあ、値段が高いから安いからとか、値段が高い車乗るからすごいスピードが出せるわけじゃないし、すごい燃費がいいわけではないじゃないですか。だからそれ何を取るかですね。品質を取りたいのか、着心地を取りたいのか、サイズ感を取りたいのか、その雰囲気を風合いを取りたいのか、まあ、それによって値段って変わってくると思うんですけど、洋服も全く同じようにそうやって素材から変えてくる、サイズのパターンから変えてくるによって変わってくるんですよ。すみません、これパンツと合ってる？パンツちょっと暗いから全然合ってないけど、すみません申し訳ないですね。こんなにスーツにこのゴムのパンツ履いてるやつおらんねんけども、まあ、ちょっとお許しいただければなということで、まあ、今回はねこれから洋服買うときに、高いもんやったらもう長持ちするやろ、安いもんやったら長くもないやろ、まあ、そういうことじゃなくて品質とかちゃんとこう見極めていってね、僕はよく言ってます本質を見極めていこうというチャンネルになっておりますので、これからもよろしくお願いいたします。ということで本日はですね、長持ちする服と、早く劣化してしまう服という質ご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。タクゾーのメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。